皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんと、皆さんこんにちは、現在体重を70キロ目指している元から女子のキラキラマスミです。なんか自分でちゃった。今日はコストコを1万円分人気メニューを楽しくお送りするということなんですけども、よってか70キロ気になって仕方ないんじゃないですか。ちょっと言ってくれてくれるんですか。ありがとうございます。なんかさらっとスルーされてしまったね。いやもう申し訳ないと思ってどうぞ。はい、ただいま現在体重を70キロ目指している、はい、増量中の女ということで。なんですか、普通目指さないですよね。まあそれは生配信を見ていただければ分かると思いますので。普通に生活したら60キロ超えたから、どうせなら大台行きたいなみたいな感じでっていうことなんですよね。まあ短縮するとそういうことになりますね。だそうです。そしたら今日は、はい、コストコのその人気メニュー1枚分買ってきたんで、何を買ってきたか紹介しましょうか。はい、まず食べる前に、はい、大人気メニューのコストコのコスパやばくないですかこれ。48缶入って2678円。ね、やばいですよ。回転寿司行ったらだってすぐ行っちゃいますもんね。銀の皿とかってこれ多分4000円ぐらいしますね。しますね。はい、でこっちなんかめちゃくちゃうまかったんですよね。私友達の家でホームパーティーした時に、なんかコストコの牛タンやべえぞ。あ、牛タンなんですねこれ。そう、めちゃくちゃうまかったんですこれ。プリプリしてる。はい、あとこれがシュリンプカクテル。おお、これも美味しい。エビ大好き。フレンチトーストマフィン。マフィンこれ2個まとめ買いで、そうです、700円ですかね。美味しそう、ボリュームたっぷり。ティラミス。ティラミス、これ夢だったんですよ。だってこれ重さ見てください。めちゃくちゃ重いですよこれ。うわ。ちょっと大げさですけども、でも1380円。めちゃくちゃボリューミーで、今回はこの牛タンをプレートで焼いて好きな味付けで食べていく、はい、コーラもともに70キロ目指してるケロちゃんを応援大食いということで。いただきます。いただきます。エビから食べようかな。エビからいきますか、はい、好きなものからいきましょう。好きなと思う。私もちょっとエビいってもいいですか。うん、うん、めちゃくちゃうまい。うわ、プリプリしてる。ホタテ、はい、好き。ホタテ、ホタテですか。ホタテ、ポテトの発音でホタテ。ホタテ初めて聞きましたけど、マジこれめちゃめちゃ美味しいですね。めちゃくちゃうまいですねこれ。やばくないですか、うん、こんなうまいですか。うん、うん、そうだ。キョロちゃんって気になったのが、はい、彼氏作ったことないって言ったじゃないですか、24年間、はい、男性と一緒にいてドキドキすることとかないんですか。私勝手に思ってるのが、キョロちゃんもしかしてビアンなのかなみたいな、レズビアン。どうなんですかね。ちょっと意識したことないですけど、なんか特に女性が好きとか男性が好きとかなくて、はい、彼氏欲しいと願望もあんまりないってことですよね。いらないって言ったら嘘になりますけど、はい、そこまでじゃないのかなっていう。ああ、そっか。うーん、うん、めちゃくちゃうまいんですよこれ、うん、そっか、ケロちゃんはあれか、うん、特に恋愛とかあんまりよく自分では今はあんま明確にしない感じなんですね。あ、そうですね。考えたこともなかったっていう。じゃあ何、女の人好きになろうと思えば好きになれる可能性もあるってことですか。特にそのこだわりはないですね。なんか男性じゃなきゃとか女性じゃなきゃとか、考えたことはなかったですね。ワールドワイドな考えですね。ワールドワイド。でもそう考えるとカノンさんもなんか不思議ですよね。その元男性にしながらもう渡るくんっていう男性の彼氏がいるわけじゃないですか。いや私あれなんですよ、女性好きになろうと思ったことは全然ありますよ。てか彼女今まで2人いましたし、サキとカナ、歴代彼女。おお、その時どういう感じだったんですか。男を演じようとしてましたね。あ、でもなんだかんだ楽しかったんですよ。はい、なんか私ってちょっと変わってて、はい、幽体リーダーとして自分を見てるような感覚出たんですよ。どういうことですか。ラジコンで男という自分を操作してるみたいな。だからよくいるんですけども、私みたいな元男の子さんって結構病む人多いんですよ、うん、どうせ私って男だから女になれないわよみたいな、うん、私病まなかったんですよ。むしろ男ってある自分を楽しんでたんですよ。周りに驚かれるのが、うん、メンタルクリニックで私その診断されたんですよ。性同一性障害って言うんですけど。ああ、なるほど、はい。でその時に先生から言われたのが、元男の子さんにゴリゴリのスポーツショーにやってた人は少ないって。ああ、そうなんですね。はい、確かにやりたがらないですよね、はい、そもそも。でも私やってたんで、普通に何とも思わずに、疑問に思わずにやってたんで、はい、野球とかも、はい、男臭いことも。だから周りから見たら、お前本当に女の子になりたいのって疑われるんですよ。あ、でむしろ実際疑われたんですよ、親からも。お前嘘だろ、野球普通にやったじゃねえか、なんで女になりたいとか、なんか、うん、お前流行りに流されて、ただ一時的な感情で
そう性転換してとか言ってんじゃねえのかみたいなこと言われてボコボコにされたんですよ。ちゃぶ台返しするようなお父さんだからそういう系これ全部ボーンみたいな、やばいっすよ。ケボちゃんに聞きたいのが、はい、いいんですかそんな私の質問ばっかいっぱい聞いちゃって。気になるんですよ。あ、はい、どうぞどうぞ。もっと男の子の私だからこそ気になるっていうか、はい、ケボちゃんって親友が男性ですよね今。あ、まあはい、仲良くしてるの、はい、なんかそれがすごい面白いなと思うんですよ。不思議っていう感じじゃなくてなんか面白いなみたいな、うん、男女の友情って成立しないんじゃね説っていうのを私思ってて。あ、まあ確かに。特に私やっぱ男子だったからずっと、はい、男性時代は男子しか友達じゃなかったんですよ。あ、本当ですか。はい、やっぱ男女の友情成立しないっていうか女子から警戒されちゃったから。警戒、まあ確かに。なので私的には男女の友情成立しない派なんですよ。その特に何が明確に私をそう思わせたかというと、はい、性転換した後に男友達ができにくくなったんですよ。あ、本当ですか。もともと男子だったから、はい、男の子友達作ることは慣れてるわけじゃないですか、はい、でもできないんですよ。お前いくら昔男だったとはいえ今女だから男同士っぽいノリはできないから、やっぱお前女だからちょっとみたいな。うん、ケロちゃん的にはあれか、はい、男女の友情成立する派。うん、成立しますね。なんかエピソードあります？そう、なんか多分あんまり女性として見られてないっていう部分があるんですよ。それって嬉しいですか、それとも嫌ですか？いやでも恋人作りには向かないけど、それ以外の面ではすごく、はい、接しやすいとは思います。はいはいはい。例えば私昔マッチングアプリとかやって男性と会ったりしたことあったんですよ。でなんか2人きりでご飯とかまで行ったんですね。まあ話の内容はどうであれ帰り際になぜかハイキックされたんですよ。お頑張れよみたいな、軽くなんか小づかれたっていうんですかね、えみたいな、うん、もうそれの瞬間に、あ、私女として見られてないんだって察しました。ハイキックっていうシチュエーションがやばくないですか？やばいっすね、ぐらいですね、はい、ぷい。この辺でちょっとティラミス挟んでもいいですか？あ、そうなんですよ。今日は美味しく食べるがテーマなんで、早いうちにティラミスの美味しさを。でこれお箸でいっちゃっていいですか？なんかもうやっちゃったやっちゃったんですけど、パーティーなんで。うわ、これすごいぞ。いただきます。本当うまいですよ。満足度高いんですよ。この量で1300。そうですよね、はい、結構異常ですよね。めちゃめちゃ美味しい。でもケロちゃんは私の中ですごい面白い人だなと思って、魅力的。本当に思ってたんですか？私からしたら面白いかもしれないですけど、普通 のノーマルな人からしたら多分変わってるっていう感じですか？確かに。私元男の子っていう、もう普通じゃないからそもそも。でもノーマルな人からしたら多分ケロちゃんは変わってるねって。何言ってますかこれは。いや私が言うんだから。変人の私が。嬉しくないですよ。社会的にレール外れた私が言うのが大事です。やばいじゃない、さらにやばいじゃないですか。そ一回だからケロちゃん自分のことを再確認することをしたらいいんじゃないですか？めちゃめちゃエビ食べて。そう、エビめっちゃ好きです。再確認することやったらどうですか？その本当ですか？なんか合コン企画もいいけども、うん、例えばその女の子となんかデートする企画もやったりとか。なんでそっち持ってことするんですか？だから分かんないじゃないですか。だって男の人と女の人、本当は自分どっちなんだみたいな、うん、だって前プライベートで話したじゃないですか、うん、私恋愛感情とかあんま分かんないんですよみたいな、うん、まあまあまあ、はい。だったらちょっと自分を確認することはした方がいいんじゃない？中学生の時私もこのままでは僕はおかしい男の子じゃないのかって思ったから女の子と付き合って、女の子付き合ってもなんかドキドキしないからやっぱり僕は違うのかなみたいな確認をできたから、多分今こうやって男性とお付き合いするようになったんで、はい。コーラを取ってもらってもいいんですか？さっきからずっとコーラをこう目線を、体勢はおかしいなと思ってずっとコーラだけを見つめてましたが全く気づかなかったので、はい、好感度を上げたいんです私が。あ、ありがとうございます。入れる風景を、あ、すいません、撮ります。で、その男の子の親友と会ってる人も別にそういう思わないですよね。何もないですね。なんか一緒に寝れますよ、同じベッドで。そうだから面白いなと思ったのが、ケロちゃん前生配信で炎上してませんでした？そのホテルのロビーで知り合った男の子を自分の部屋に連れ込んでライブ配信するしました。そしたら視聴者からめちゃくちゃやめた方がいいやみたいな、うん、なんで会って数分ぐらいの男の子をホテルに連れ込んで2人きりで密室でライブなんかできんのって、男女が密室に入ったらどうなるか分かんないのみたいな。でキロちゃんも、え、
そうなんですか、そんなことないっすよみたいな。本当にそういう感じでしたね。でも面白いなと思ったのが、ケロちゃんはいやそれ普通じゃないですかみたいな。ケロちゃんにとってそれが普通なんですよ。元男の子っていうなんかレールを踏み外した私でさえ知らない男の人とホテルで二人きりになって絶対やべえじゃんみたいな思いますもん。思わないですもんね。何も思わなかったですね。いやだってライブ配信してるしみたいな。どうですか肉団子さんは。ないです。ライブ配信してても男性がその気だったら。いや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 、男の子は基本的に狼ですよ。本当ですか、はいはい、私仲いいなと思ってた男の人いたんですよ。多分 2,3 年前かな話なんですけども、自分の家に呼んだことあって、私がなんかもう普通に男友達いる感覚でベッドに寝転がりながらこうスマホでこうゲームしてて、はい、そしたらいきなりバッて上に乗っかってきて、ごめんみたいな。ごめんごめんじゃない、ごめんって謝られて、ごめんじゃない、もうなんか我慢できないみたいなあ、なるほど、本能のままにというか。で私疎遠になっちゃいました。あ、まあ、そうなるとちょっと怖いですね。私も見る目変わっちゃったんで。だからそれが男女の友情の多分結構あるあるな終焉の迎え方ですよ。自信があるんですよ。だから24年間彼氏がいなかったっていう、そういう女らしい振る舞いをしないっていうか寄せ付けないっていう、それまでの行動でだから女を感じさせちゃったんですよ相手に。何ですかそれ。羨ましいですよ。だから女を感じさせないテクニック教えてください逆に。え、だからウィーとかやるんですよ。じゃあ例えば道を男の人と一緒に歩いてました、はい、お前ちょっと車道がいるから歩道側歩けよって言われたら、私だったらあなんかあ嬉しいなみたいな、こんなキャラであっても私でも嬉しいなと思うんですよ。じゃあケロちゃんの声どうですか。もう何やってんねんやってんじゃん、その何のテクかなみたいな、どこで見たのかなみたいなどうですか肉団子さん、そうされたら。僕はありで、ありです。ありですか。面白い、はい、面白いでも面白いっていう、もう対象になっちゃうんですよ結局。だから守ってあげたいなとかそういう気持ちはなくなると、女子にモテるテク使ったふーみたいなそういうこと多分無自覚でやっちゃってるんですよね。ケロちゃんはもう彼女作るしかないですよ。なんでそういう結論にいたんですか。でもし本当にじゃあ、はい、超絶美少女、あ、じゃあこじはるさんが、はい、今日終電なくなったからケロちゃんの家に泊まりたいなみたいな。あ、いいよいいよいいよってなります。寝るときに別々の部屋でこじはるさんは、こじはるさんを家に泊めると、でリビングのソファーで、でケロちゃん自分の部屋のシングルベッド、うん、その後にこじはるさんがケロちゃんのベッドに来るわけですよ最高。こじはるさんですよね、だってこれ。ね、どうですか。キロちゃん、ちょっと私一人寝るのは寂しいから、うん、一緒に寝たいなみたいな。うん、で、キロちゃんちょっと私最近お仕事で辛いことあったから、うん、抱きしめてほしい。抱きしめてほしいって言われたら、抱きしめます。どういう質問ですかこれは。でも困惑しますよ、とりあえず。そんなすぐギュッとはいかないでしょ。大丈夫かなこの人って思いつつも、うん、ギュッと。なんで言わせたいだけじゃないですか何を言わせたいんですか一体。だから私なんかケロちゃんとずっと話してて思うのが、多分ケロちゃんは私の中ではあんまり明確にまだ分かってないです。分析中結構私って、あ、この人ってこういう系なんだろうなってすぐ分かるんですよ。でもこういう生き方してるから、でケロちゃんの場合分かんないんですよ。むしろそれを別に答えを出す必要もないと思うんですけど、結局人の生き方って、私だっていつかもしかしたら女の人好きになっちゃうかもしれないし、男に戻っちゃうかもしれないけど、あ、多分ないと思いますけど。そんなことありますか。でも答え出さないのが面白さみたいな。でもなんか今まで出会った人間の中でケロちゃん一番わかんないです。こんだけいるの、めっちゃ。だって週4ぐらい泊まってますもんね。バラさないでくださいよ。逆にその恋愛感情がない人だっていますからね。あ、本当ですか。いますいます。誰にも。アセクシャルっていうのかな。恋愛感情ありませんみたいな人もいますよね。まあ、世の中ってなんか何が変わってるとか何が正解とか別にないんじゃねって思ってますから。そうですよね。好きになった人の性別が好きになった人、うん、そうみたいな。そう、私たまたま渡くん好きになったから、あ、男性が好きなんだっていう。あ、はいはい、ただそれだけのことなんで。これマフィン食べますか。あ、食べたい。はい、なんかこのフレンチトーストとブルーベリーあるんですけど。え、フレンチトースト気になる。はい、じゃあ行きましょう。はい、うーわ、ちょっとどうぞ。あ、いただきます。半分こしますか。あ、結構なんかお腹がきてるんで。おしょ。え、待って、これ中めっちゃしっとりしてる。すごい、ほら、うわ、え、これめっちゃしっとりしてんじゃん。めっちゃ美味しいですね。おすげえな。うん、うん、中まで、うん、めちゃくちゃうまい。うん、やばい、ちゃんと染み込んでる。うん、外側はサクサクなんですよね。めちゃくちゃうまい、これ。うん、2パックで700円。これ今回の MVP かもしれない、うん、無限に食べれそうということで、今
今回ですねケロちゃん応援大食いをやったんですけどもいかがだったでしょうか。めちゃくちゃ美味しかったです。美味しかった。これちゃんと分けて持って帰って食べようと思うので。いいんですか。いやもちろん。やった。私これ全部食べないですさすがに。確かに確かに。半分だけ持って帰ってください。あ、ありがとうございます。はい。という感じで、今回の動画少しでも楽しいと思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントも画面下ありますので、そちらも画面下からフォローをお願いします。あと、ケロちゃんのチャンネルもありますので、ぜひ70キロチャレンジ応援してください。また次の動画でお会いしましょう。